藤原又手は奈良時代の苦行。署名は八つか。藤原北家の祖、藤原ふ崎の三男。官位は小蔵位、大納言、蔵大常大臣。天平十二年正月に十五位下に助釈すると、同年十一月には、聖武天皇の関東行行に中がして、赤坂富宮にて十五位上と続けて少女され、天平十五年に聖五位上。 天平16年に14日したと、聖武天皇に才能を認められその長遇を得て、急速な昇進を果たす。聖武朝においては、天皇の命により特別に上層や直視を伝達する役目を担ったという。聖武天皇の兆候を受けた理由としては、以下が想定される。八塚は、非常に名便であるとして、このごろ誉れが高く、そのために、 いとこの藤原麻丸からその才能を妬まれることがあったが、これに気づいた八かは、病と称して、家に閉じこもり、一時書籍を相手に日々を過ごしたという。ただし、これは、兄の長鉄大の混入の結果、あるいは、俗に本気の偏社が、またての遺族により、逆進となった麻丸との関係を払拭する内容で、作成され式部署に提出された、電気。 更新家電を採用したことによるもので、両者には深刻な対立はなかったとする意見がある。天平20年参議に任せられ、一歳年上の兄、長手に先んじて苦行に列。商務長末の天平21年、道の区国小田軍からの参勤を祝って女医が行われた際、特に県、犬飼立花三千代を取り上げて、長きにわたって、 よく朝廷に仕えていることを称してその孫たちに、少女を行うことになり、立花ならマロのほか、八ツの兄弟である長手や千尋が昇進しているが、八ツ自身は上位に預かることができなかった。これについては、大仏混流事業の推進を通じて、聖武天皇の信頼を急速に深めていた、藤原中マロが、北家の勢力を抑えるために、 八塚の政治的立場を封じ込めようとしたものとも、想定され、前述の仲間路に才能を妬まれたことに気づいた、八塚は、病と称して老拠したのは、この頃とする意見もある。後県庁に入ると、兄、長手は、天平商法2年14以上、天平商法6年13位、天平商法8年、聖無上皇の法御まもなく、非三位から一役権中納言。 天平商法9年中納言と目覚ましい昇進を遂げ、八塚は関東で先を越される。しかしながら、天平法治2年の東風への官名解消に賛同、同じ頃には、東風名、また手の賜物値を受けると、藤原仲間路政権下で仲間路の施策に協力姿勢を見せたほか、その官歴を踏まえると、仲間路政権の中枢にあったと見られ、天平法治4年中3位。 天平法治6年中納言と順調に昇進を続けた。またこの間、天平法治2年に来朝した第4回牧会士の幼少喜びが翌年帰国する際に、八塚は選別の縁を開催し、幼少喜びはこれに感動し称賛している。天平法治8年の藤原仲丸の乱では、貢献上皇側につき、肖像医、受刀大将に助任、君二等を助訓される。 小徳町においては、天皇の長考を背景にした道教による政治主導体制や、その体制強化を目的とした道教の出身地である、河地国を中心とする地方豪族の抜擢といった方針に対抗して、中丸政権下では一定の距離があった長手、又手兄弟は協力姿勢を取った。天平神後2年正月には、右大臣に昇進した長手の後を受けて、 大納言に任せられるが、3月12日に皇居。去年52、最終官位は大納言制三位。大臣としての形式で葬儀が行われ、大乗大臣の官職を贈られた。同時代の有力者は、藤原中丸で、最も栄えていたのは南家であった。また、当時の北家の着流は大臣にまで登っていた兄の長手であり、氏族間の近郊が望まれて、親子。 兄弟での養殖の戦有に批判が、なお強かった奈良時代後期において、大納言まで登ったことは、その才覚による部分が大きいと言える。そして後年藤原氏で最も繁栄する、藤原の道長、寄り道親子とを輩出したのは、彼を外するホッケ又手流である。土量が広くて深く、最小として天皇の政務を補佐する才能があった。公務にあたっては、 公平で潔く、市場に流されることはなかった。万葉集に短歌七首と瀬戸岡一首の、計八首が収録。同書の補注等から大友やかもちと、個人的信仰があったと推測されている。また、天平五年には、病気見舞いに、川辺東人を派遣する、等、山上奥良とも交流があった様子が伺われる。旧広橋家所像で現在東京国立博物館が、 所蔵している国宝飾犬は、また手所用のものという伝承があった。中期のないものは、俗に本気による。ありがとうございます。